まあ、一応さ、俺らファミリーだからさファミリーを歌ってるから、うん、最終そこに絶対帰ってくるし、絶対裏切らないし。好きなことでお金を稼ぐにはどうしたらいいんですか？雑か俺は迷ったらやるっていうマイルールを自分の中に置いてて素晴らしい、ね、やるかやらんか迷ったら絶対やるっていうのを決めてて、まあ俺は正直なところ、まあ、強い人間じゃないからあんまり、だから自分でそんなにスパッと決断もできないし、結構周りの要因があって今までなんか結構運よくいい道を進めたなっていう感はあるんだけど、はい、こんにちは、明けです。今日は元リクルートの同期で、はい、今は YouTuber として活躍する森山に来てもらいましたはい、ありがとうございます。しゃあ、久しぶりだね。久しぶり久しぶり。いや、普通に遊ぶ時とか合コンとかさ同期の飲み会とかはいはいで会ってたから、まあ、うんうん、こういう感じで会うのは結構あれだよね、緊張する。確かに、確かにちょっと自己紹介軽くお願いしていいですか？あ、わかりました。僕は、エビスジャップという YouTuber で活動してます、森山と言います。で、まあ活動内容は結構あのコンプラ的な NG なんで、でまあそのなんだろうな、出会い系とかそのマッチングアプリ使ってその女の子と会ったりとか、はい、なんて言うんだろう、女の子口説く方法みたいなそういう下水系の動画を上げてる YouTuber ですさっき概要欄見たらお持ち帰り系 YouTuber って方。あ、そうっすそう、お持ち帰り系 YouTuber の方ですあれだね、もう俺も去年6月にあのリクルート辞めてるから、明けは続けてて、俺はもう辞めて今専業でやってるっていうような違いはあるけど、うんまあ、結構でも似てるよね、あの経歴っていうのかな。うんうん、そうね、同い年だよね。同い年、同い年だよね。今年が1992年生まれの、うん、今27歳で28になる。そうそうそう、20年に。そうそう、留年してる。俺は浪人と留年して。あ、同じです。僕も浪人して留年して、うん、で2回遅れてリクルート入って、うんうん、2年丸2年丸2年やって、で3年目の途中で辞めるっていう感じ、うん、ちょっといろいろすごい聞きたいんだそもそも、あ、で、KO だね、KO。うん。KO 行って、リクルート行って、YouTuber っていう経歴で、うん、まず、なんでリクルートに入ろうと思った？そうね。そもそも、ちょっと、うちのメンバーのリーダーの、富士っていうのがいいんだけど、富士と、俺、浪人の頃から友達なのね、うん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 。で、ケスは大学の頃の友達になって、3人仲良くなったんだけど、就活を始めるときに、会社員になりたくねえなってずっと思ってたの。うんうんうん。でも、しょうがないか、みたいな。今、知識もないし、スキルもないし、うんうん、まあ、とりあえず会社になるしかないかなっていう妥協で俺は就活をしてたんね、うんうん、なるほど。で、俺とキスがそうだったんだけど、うんうんうん、富士はもともと起業してて、はいはいはい、自分でやっていくみたいな、大学も途中で中退して自分でやっていくっていう決断をしたから、まあ、いずれ一緒にやりたいなっていう、うんうん、何かビジネス一緒にやりたいなっていう話をしてたんだけど、まあ、現状マジでスキルも知識もないから、うん、まあ、就活するかっていう、うんうん、ので、あの就活を始めたんだけど、はいはい、やっぱりその自由が欲しかったから、うん、自由にいろいろやらせてくれる会社に入りたかったっていうのがやっぱ就活の軸だったね、うんうんうん、だからその早期に退職してもいいし、そのいろいろ学びがあるんだったら、うんうん、だからとりあえず短期間で学べる会社っていうので選んでたから、はいはいはい、なるほど。そうだね、リクルートとか、まあ、あと外コンもちょっと受けたりしたりしてたんだけど、うんうんうん、そう、結構失敗させてくれるところ、はいはい、を選びたかった。なるほど。じゃあもうスキルアップで自分らで仕事するために、うん、力つけるために、あ、そう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 、リクルート入ったと。そういうことです。なるほど。そう、辞めるときって、うん、ビビるやん。ビビるな。ビビらんいや、ビビりまくっていや俺も一応さ、そのなんだろうな、その普通の一般ルートでさ、うん、人生歩んできてるから、うんうん、そのちゃんと中高行って大学行って、うん、で就活して、うん、まあ、上場企業入ってみたいな、うんうん、来てるから、辞めるってなった時にもうレールから外れる感がすごいあった自分の中で、うんうんうん、そう、この先生きていけんかなみたいなのとかはめっちゃ考えたね、うんうん、そう、うん、めっちゃ考えてビビった中でも、うん、辞めるっていう決断ができたのは、うん、それはでもまあもうぶっちゃけの話言うと本当にあのコンテンツ的に俺らのコンテンツって、はいはい、結構やっぱ賛否両論あるから、うんうん、あの不快に思う人は本当に不快に思うし、うん、っていうのは分かっててやってたんだけど、それがまあ形としてちょっと現れ始めちゃったっていう
会社の人も知ってる人が出てきたりとか、うんうん、あとはその不快に思ってクレームを入れてくる人がいたりとか、うんうん、そういうのでちょっと会社に居づらい状況になったっていうのが事実としてあって、うんうん、で俺は基本的にそういうのズバッて決めるタイプじゃないから、はいはい、じゃあ YouTube 一本でやりますみたいな、だからちょっと選ばなきゃいけないような状況になったんだよね、うんうん、だからその自分のやりたいことっていうか、まあ、富士とケスと一緒に YouTube をやっていくのか、うん、それとも、まあ、会社でリクルートでやっていくのかっていうのを、うん、まあ、去年の、まあ、ちょうど5月ぐらいにちょっと考えなきゃいけない時期があって、うん、もう選ばなきゃみたいな時期があって、でそこで辞めますっていうような話をしてきたっていう、うん、なるほど。なんかその判断する際に、うん、そのモリヒが、あ、モリヒって呼んでるわ。あ、モリヒが、モリヒって呼んでます、うん、モリヒがその大切にしてる価値観というか軸みたいなに沿ってその決断したと思うねんけど、うん、なんかモリヒが大切にしてる軸とかって。ああ、そうだね、うん、俺はマジで多分楽観的なんだよね、うんうん、めちゃくちゃ楽観的で、でやっぱりその時が楽しければいいっていうような思考なのね、うんうん、だから楽しかったYouTube が YouTube は楽しかったんだよね。そのなんだろうな、会社員で味わえない、まあ明けはわかると思うけど、うん、自分が出した、まあ、アウトプットしたものに対して、はいはいはい、すぐに生の声をもらえるっていう、はいはいはい、もう結構さ早いじゃんスピードとかも、うんうんうん、じゃあここ直そうとか次考えれるし、うんうん、っていうなんか反響をもらえるっていうのがめちゃくちゃ楽しくて、うん、でしかもやってるメンバーが俺もう本当にもう8年来の親友で3人でやってるから、うん、もうめちゃくちゃ楽しかったとにかく、うん、でもそれでお金が稼げるんだったら、うん、もうそっちを選びたいっていうの、うん、ようなのが、まあ、正直なところだ、ね、なるほど。今の一言で言うと何を大切にしてるの？そうだね、俺が大切にしてるのは、うん、なんだろうな、価値観で言うと、俺が大切にしてるのは今のメンバーの2人なんだよね。なるほどそう、なんか軸にあるのはそこで、うん、1人だったら YouTube やらないし、うん、まあ、YouTube っていうのはさ、なんか結構自由な土俵じゃん、うん、だからなんか俺らがわちゃわちゃ仲良くしてるっていうのをそのまま出せる場所なのね。それでまあマネタイズできるから、うん、だから自分の好きな人と好きなことをやるっていうのを結構昔から大事にはしてたかな。なるほど。ちょっとざっくりしちゃうね、うん、いや、好きな、モリヒが大切にしてるのは好きな人と好きなことをやると、うん、好きなことをやる。なるほど。あと俺は結構よそはよそで、うちはうちみたいな価値観をかなり大事にしてるから、うん、はいはいはい、人がどうこうしてるっていうのを、うん、あんまり気にしないかな。そう、だから YouTube 始める時もその普通だったらサラリーマンで YouTube 始めるっていうのは結構リスクがでかいことだったりするんだけど、うん、まあそれはそれじゃんそういう常識があって、うん、で俺はなんかそういう常識にはあんまりとらわれたく なかったから、うんうん、てかまあとらわれてきたから今まで、うん、ずっとレールの上で、うん、そういうのを捨てたいっていうのがあったね。なるほど、うん、自分の軸で判断して、自分の軸で判断して自由にやりたかった。なるほどその結果出すために大切にしてることみたいな戦略とかってあったりする？うん、ああまあね、俺らがやってるのは、で俺らがっていうか基本今の YouTube をやってるのって、うん、富士が YouTube が好きだからなんで、はいはいはい、だから結構富士の好きなことっていう感じだね、うん、YouTube をやってるのは、うんうん、で俺らはその、まあ、富士の好きなことに乗っかってるっていう感じなんだけど、うん、まあそれはそれ楽しいからやってるっていう感じなんだけど、うんうん、あいつは YouTube が好きだからこそめっちゃ YouTube 見て、うん、めっちゃ研究熱心なのね、うん、だからマーケティングのセンスが人よりもあるのね、うん、YouTube に関して、うん、だ例えばこういう系統の動画伸びやすいとか、うん、こういう編集だと面白いとか、うんうんうん、視聴維持しやすいとか、うん、そういう戦略はあいつの中ではめっちゃあるね、うん、だからなんか割とマーケティングをしてまあ、自己流のマーケティングだけどデータ取ってるわけじゃないから、うん、自己流のマーケティングをしてでブルーオーションだなっていうところに、まあ、ちょっととつってみるか、ね、感じのことは割と話したりはする。なるほどね、戦略はバチバチに自分らなりにやってるっすね、まあ、全ては本当にあいつの、まあ、マーケティングで今まで伸びてるっていう感じはあるね、はいはい、やっぱリーダーのあいつは結構天才な部分はあるから好きなことだからこそ伸びてるかなっていう。なるほど。あ、ちょ、俺めっちゃ聞いたことある、うん、めっちゃ聞いたい。会社員、うん、時代に、うんうん、
その学びたいって言ってたやんか、うん、あの独立あの自分でビジネスやるときに、うん、実際学べたのかで学べたんだとしたら何が学べてて、うん、何が今に生きてるのかっていうのを聞きたい。そうだね、俺は本当に入ってよかったなと思ってて、うんうんうん、職種は営業や、営業だったね、うんうん、そう 2C と 2B 両方やらせてもらったんだけど、うんうん、なんだろうな、まず人が良くて、はいはいはい、それはもう秋山もなんかすごい分かってると思うけど、うん、中にいる人がさすごい前向きじゃん、うん、なんだろう、自分の仕事感とかちゃんと持ってたりして、うん、で例えばそのずっと中にいるっていう選択を取る人も いれば、うん、もう何かをしたいっていうので何か自分で副業してる人もいれば、うんうん、割と自分の人生を肯定的に捉えてる人が多くて、うん、でそういうなんか前向きな人の中で仕事ができてるっていうのが俺の中では、俺結構人流されやすいタイプだからさ、うん、すごい良かったなって思うのと、うん、あとはなんだろうな、結構やっぱ失敗させてもらったから、うんうん、割とさ裁量を持たせてもらえるじゃん、うんうん、若手から、うん、だからもうめちゃくちゃ怒られたりしたね、うん、俺って結構人一番怒られてると思うんだけど、うん、だからその例えばアポにこういう資料持ってきますとか、はい、その基本的な部分から人の動かし方みたいな部分はかなり勉強になった、うん、なるほど。で俺が一番思ってるのはやっぱ対人、はいはい、2C と 2B でさ全然違ったりするんだよ、うんうん、なんかステークホルダーがどうのこうのみたいなのとか、うんうん、この人が何を考えてどうしたいのかみたいなのってさすごい、まあ、営業だと考えるじゃんやっぱり、うんうん、でその上で戦略を立ててみたいなのって結構 YouTube とかも似てて、だからなんか視聴者が何を求めていて、うん、どういう動画を見たいのかみたいなのとかってやっぱり真剣に考えないといい動画って作れないじゃん、はいだそういう点ではかなり生きてるかなっていうのは思うね。なるほど。そうだね。なんかやっぱターゲットをさ、想定するじゃん。うん。物を売る仕事だからさ、俺らも。うん、物を売る仕事だったから、まあ想像するじゃん。カスタマーがどういう暮らしをしたくて、みたいな。の想像した上で、なんかじゃあこういう商品を、みたいなのを戦略立てるから、そこはかなり勉強になって。なったなっていう感じですね。なるほどね。未だにペルソナとか考えたりするからね。うんうんうん、そうやんな。そう。年齢層はどれぐらいでとか。はいはいはい、はい。まあ、YouTube も出るじゃん。うん。そう。で、男性なのか女性なのかとか、うんうん、学生なのか社会人なのかとかもそうだし、独り、うんうん、身なのか結婚してるのかとか。うんうん、そういうのはすごい勉強させてもらったなって思う。確かに。どう今日は。俺今いると思うけど、うんうん、あ、僕はまだ働いてます、うん、どう今さいろいろやってんじゃん、うんうんうん、YouTube やってて、うんうん、今あれだっけジムのトレンド、あ、そう、あ、自己紹介しとくと、うん、自己紹介しとくと今リクルートで会社員として営業マンとして働きながら、うん、自分の会社を経営してるのと、うん、自分コーチングのプロコーチとして活動してるのと、うんまあ、この YouTube をやってるって形です、うんうん。で、会社員のが生きてる、何が生きてるかって言ったら、うんまあ、確かに問題解決能力というか、うんうんうん、課題解決みたいなもう、そのマインドというか、うん、もう肩が自分の中に身についたというか、うんうん、目標があって、現状があって、うんうん、じゃあそのギャップを埋めるために、どういう打ち手を打つかっていう、うん、なんかそこのもうめちゃくちゃ基本やけど、うん、そこの思考が完全に身について、それめっちゃやらされるもんな、うん、特にやらされるな、うん、うちの会社、まあ元うちの会社、うんうん、そうそう、だから何するにもやっぱ目標現状ギャップっていう思考になって、うんうん、なんかすごいなんだろう、まあ、ロジカルなのかな、うん、その課題解決に対する姿勢を学んでるというか、うん、それは生きてるなと。あとあれ、言語化能力がめっちゃ身についたわ、うんうんうん、そういえば、うんうんうん、なんだろうな、俺結構セルフモチベートが下手だったから、うんうん、あんまりなんか仕事に対してやる気になれない時とかあったけど、はいはいはい、それがなんでなのかとかを、うん、例えばその上司と一緒に考える時間があったりとか、うん、で言語化させられるんだよ、うんうん、でも言語化するのってやっぱり超大事じゃん、はいはいはい、そこはねマジで生きてるかなって思う。確かに、うん、人と話す時もそう、うんうんうん、共通言語で話せるようになるから、うんうんうん、そこはマジで大事かな。確かに。それなんでなんて。そう、聞かれる。そうそうそう。それなんでなんて。うちはね、特にね、よく詰められるからね。うん、いや、うん、お前はどうしたいのって。よく、まあ世間一般でさ、用語としてあるけど、うんうん。
確かに、その言語化能力する、うん、言語化することで、言語化するスキルが高まることで、自分の考えてることを適切に、的確に伝えれるよね。うん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 、っていうのは確かにあるね。そうだよね。めちゃくちゃ賢い人いっぱいいないだって、うん、会社の中に、うんうん。もうなんか叶わねえな、みたいな。ロジカルすぎて。うん、確かに。そう。だ楽しかったな、やっぱ賢い人とか、うんうん、あの、前向きな人と一緒に働けたっていうのが、うん、まあ、俺は2年ちょっとだけだったけど、すごい楽しかったし、学びになった。なるほどね。もう一個聞きたいんが、うん、失敗談というか、うん、もっと会社員時代こうしといたらよかったな、みたいな。あー。俺、めっちゃ参考になる、それ。あー。会社員の方がほとんどやと思うから。うん。まあ結構、参考になるかは全然わかんないんだけど、なんか俺は、割と、失敗して学ぶために会社に入っていたから、うん、あの絶対に結果出してやろうとかそういう思考になんなかったのね、うん、なんなかったんだけど、やっぱり例えばそのうちの会社だったら、まあ、表彰されるとかっていう制度があるじゃん、うんうん、っていうのを、まあ、あの一回全力でやってみて、あの取ってみたかったなっていうのは、うん、俺の中ではちょっと心残りでは、うん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 、そうしないと分かんないことって絶対あるじゃん、はい、俺はちょっとね、あの当時は本当にくだらねえなって思っちゃってたわけ。これはあの、まあ、あの社員を例えばモチベートするための制度で、で自分が表彰されるっていうのは他の例えば若手の社員をモチベートさせるための、うん、そのなんか、まあ、パンダ的なやつじゃないけど、うんうん、まあ、そういうことで、まあ、社内政治の一環だと思ってたから俺は、はいはい、だからやる気になれなかったの、うん、なんだけどやっぱり、あの、一個やりきったっていうのが自分の自信になるからさ、うん、そういうのは、ちょっと会社員時代やっときたかったなっていうのはあるね。なるほどね。わかるわ。やっておくべきことっていうのは、うん、やりきると。一回やりきってみると、うん。そうだね。俺は結構考えちゃうタイプだから、そういうことを。一回思考放棄して、やりきるっていう。経験は一個欲しかったなって。そういうのって学生時代とかだったらあるじゃん。はいはいはい。もうなんか、すべて忘れて、例えば、俺だったらサッカーとかに打ち込んだ経験があって、うん、で、例えば大学の時もバイトめっちゃしんどかったんだけど、うん、バイトに超打ち込んだ時があって、うん、で、いろいろさ、学ぶとさ、あの、なんか考えるんだよね。うん。あの、なんだろうな、邪念じゃないけど、うん、いやなんか、こういう裏事情とか、あるからこうなってんだろうみたいな、ちょっと車に構えるじゃないけど、うんうん、考えちゃうのはあんまり良くないかなっていうのを、やりながら考えるとか、はい、やった後に考えるみたいな、結構ちょっとつ盲信ができる方がやっぱり学びは多いと思う。確かにね、そうやね、それはめっちゃ思うわ、うん、あ今結構話したね、うん、なんか話したいのある？いや、俺ね、あの、ちょっといい、全然ずれちゃうかもしんない、もしかしたら出社だから全然カットしてもらっていいんだけど、あの、最近一つ学んだこととして、うん、トレーニング、うん、今日はトレーニング系じゃん。トレーニングってマジ大事だな。俺今までさ、体鍛えたこと一回もなくて、うんうん、で、そのサッカーやった時とかもウェイト系のトレーニングはマジでクソだと思って、うんうん、もうサッカーの練習しかしなかった、うんうん、だからなんか運動とかも最近だと全然してなかったし、社会人の時とかもしなかったんだけど、うんうん、YouTube やり始めて、で、あの、悪い意味で縛りがなくなったんよね、はいはい、その、なんだろうな、起きる時間とかも自分で決める、うんうんうん、例えば YouTube の仕事系も俺ら3人で仕事やってるから、まあ、いつまでにとかが緩いんだよ結構、納期意識が弱くて、うんうん、だからその自分を律してあの活動をしなきゃいけないわけで、秋夫とかを見てるとマジですげえなと思うなんでこんなにストイックにできるんだろうみたいな。でなんかいろいろ考えた結果、でいろんな人の話を聞いた結果、トレーニングだと思う。やっぱ体を鍛えるってやっぱそういうことじゃん、はいはい、だから自分を律して、うん、例えばそのなんだろうな、食事制限とかもそうだし、うん、で、トレーニングを、まあ、なんか、なんだろう、周期自分で決めて、うん、マジで生活リズムとかも自分整えながらやっていく。うんうん、で、理想的な、まあ、体に仕上げていくとか、うん、っていうのはマジでそうだなと思って。うんうん、だなんか、精神的な意味で、トレーニングの重要さを、マジで、あの、すごい痛感してるのよ、最近。うんうん、なんだけど、なんで、
結構もともとトレーニングをしようと思ったのかとか、うん、今もなんか続けててその人に発信しようと思ったのか、なんでそんなに好きなのかみたいなのちょっと聞きたいんよ。ああ、もうこれはね、うん、明確にあって、うん、もうなんでこんな好きでやってんのかっつったら、うん、楽しいよね、やっぱ。楽しい。楽しいっていうのが根本にある。なぜ楽しいかというと、うん、努力の結果が 100%、うん、しかもめっちゃ目に見えて、うん、しかもめっちゃ短期間で出る。なるほどね。めちゃめちゃおもろい。これがめちゃめちゃおもろくて。なるほど、なるほど。単純に楽しい。で、その、まあ、副産物として、うんまあ、タイムマネジメントの能力も上がるし、自己管理の能力上がるし、うん、向上心保ち続けれるしっていう形で。うんうん、メリットしかない。なるほどね。いや、最近それに気づいたよ。うん。メリットしかないなと思って。そう。うん。モテるし。そうだよな。そうそう。メリットしかなくて。うん、で、実際ほんとガリガリやった俺が筋肉ついて、うん、めちゃくちゃメリット感じてて、うん、こんな素晴らしいことないって思ってるから、うん、ぜひそれをもっと多くの人に体験してもらいたいと思って、うん、筋トレしようぜって言ってる。なるほどね。そう。いや、俺もさ、会った時さ、まあ今日体でかかったじゃん。ああああ、もう新卒で内定者の時か、うん、あった時なんか俺すっげーでけえやついんなと思って。ああああ、やっぱ周りの人もあの人はもうなんか筋肉の人みたいな感じで、なんか筋肉の人だって覚えてもらいやすい。そう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 。いや、なんかすごいなんかそれの存在感もあったし、うん、だその時はマジで全然わかんなかったね。筋トレなんで知ってんだろうなみたいな。で、昔のさインスタの写真あるじゃん、うん、とかもなんかすげえなーと思ったの。ビフォーアフター見て、はい、すごい変化だと思ったんだけど、なんか何が楽しいんだろうっていうのは分かんなかったの当時は、うんうん、最近ね、その俺もゴールドジム行き始めてやっぱなんかダメだなっていう、そのなんかだらしないんだよね、やっぱその俺は結構自分に甘いから、うん、その結構平気で16時間とか1日寝たりするのさすがにやばいと、はい、俺きっかけはやっぱり自制心のためにちょっと始めてみようかなとか、うんうん、サウナはもともと好きだったから、うんうん、トレーニング後にそのサウナ行ってで水風呂行くみたいなのがすごい気持ちくてやり始めたんだけど、うん、最近はその変化感みたいなとか、俺今タバコ吸ってんだけど、うんうん、タバコもやめようかなみたいなそういう変化が、うんうん、でも体がなんか欲しがらなくなってきたっていうか、うんうん、なんかまっすぐみたいな酒とかもなんか今日トレーニングだしなんかあんま飲みたくねえなみたいな、うんうん、とかでなんかいろいろなんかいいことが、うん、増えてるから、なんかやっぱそれに気づけて、早くから気づけてたのってすげえな、うんうんうん、だ最近ね、うん、マジで尊敬してんわけまだ遅くない、もう気づいた今がもう一番ベストのタイミングだから、そうだからちょっと伝えたいよねやっぱりそう、エビスジャップで筋トレコンテンツぜひ、いやいや、ぜひぜひ、なんか女とスコる方法プラス筋肉をつける方法もうちのね、動画にもう講師として行ってほしいぐらい今ね、全員やってるんだよ。あ、そうなんや。そう、みんな今、俺ら、5人で暮らしてて、うんうん、普通に友達2人と、俺らのメンバー3人で暮らしてるんだけど、うん、全員ジム行ってる。おぉ、もうね、いろいろ教えてほしい。もう調べてもいろいろどうすればいいんだ、なんかクレアチンってどれがいいんだろうとかBCAA ってどれがいいんだろうとかめっちゃ調べて今やってんだけど、うん、ちょっとぜひぜひ教えてほしいですぜひ今度筋トレの動画撮ろう。筋トレはいいぞ筋トレはほんまにもうほんまに、うん、もう素晴らしいと思う、うん、ぜひこの動画見て筋トレしてください。ちょっと俺も例えばもし次例えば1年後とかに俺らが対談する機会があったとしたら、俺ちょっとムキムキになってほしいんだよ確かに確かに確かに、そう、筋トレのメリットの動画前出したんで概要欄貼っときます。うい、見ますでも見たな見た見た、うん、俺聞きたいことがあって、うん、好きなことで、うん、お金を稼ぐにはどうしたらいいんですか雑か雑かどうしたらいいですかね、いやもうなんか俺がなんだろう、講師みたいに語ることじゃないと思うんだけど、うん、もう普通に実体験ベースで話をすると、うん、本当に自己分析とマーケティングだと思ってるのね、うん、はいはいはい、全てはだ自己分析に関してはもうさっきのちょっと話とつながるけど、リクルートに入ってよかったなと思ってる点で、うんうん、自分がどうしたいのかとか、自分が何が好きなのかとか、うん、何が得意なのかとか、うんうん、っていうのを、まあ、ちょっと客観的に見るっていうのがやっぱ自己分析だと思うんだけど、うんうん、だその結果やっぱ俺らって何をしてきたか過去、うん、って考えたらやっぱり女と遊んできたし、
その3人でバカなこといっぱいやってきたし、そのなんかのコミュニティサークルとかだったら、その、まあ、前に出て笑いを取るタイプだったし、っていうのがやっぱり自分の強みなんじゃないかっていうところだったり、客観的に考えてその自己分析の結果、あのじゃあこういう系でやっていこう、でやっぱそことの掛け合わせなんだよね、自己分析とマーケティングの掛け合わせで、マーケティングに関してはじゃあ今 YouTube でどうなってる、で今の YouTube ってまあ例えばだけど2019年ってさ、まあ今年もだけど割と芸能人が YouTube 始めたりする時代になってきたじゃん、だからなんか YouTuber からしたら結構危機じゃないけど、っていうのだったり、その子供向けの動画の広告の制限がついたりとか、なんかいろいろな動きをやっぱり好きだからこそ察知して、例えば芸能人がさ YouTube に入ってきたってことは、単にその危機って捉えるのもいいかもしれないんだけど、その芸能人って結構守られた存在なんだよね、やっぱテレビの人だからさ、そのステークホルダーがさめっちゃいっぱいいてさ、で広告主とかにもうなんか制限をかけられてて、言っちゃいけないことがいっぱいあったりして、やっちゃいけないこともいっぱいあったりしてっていうのが芸能人だから、 YouTube に出てきたところでそこまではっちゃけられないんだよね、はいはい、なるほど。だからその点俺らは攻めたいなっていう、そこがブルーオーシャンだから、で視聴者もそういうのを求めてるから、そこで攻めたいなっていうのと、俺らのその女と遊んできたっていう経験を掛け合わせて今のところができてるから、なるほど。だからまあそういう YouTube はやりやすいよね、めっちゃ自分の好きなことを出しやすいから、もう本当に自己分析とマーケティングだけで俺らは突っ走ってる感じかな。なるほどね。なんか今の自己分析のところでいくと、自己分析して強みを見つけて、強みを生かしたコンテンツを作るって感じ、強みとあとはモチベーションだね。ああ、なるほどね。はいはい、はい、もう秋元さん好きなことじゃん、うんうん、好きなことだからできてるっていう感はあるでしょ、うんうん、俺らも結構好きなことだからできてる感があって、これが例えば全然俺と全然違うやつが、ちょっと女遊び系のが伸びそうだっていうマーケティングだけでそれを始めると、あのモチベーションが続かなかったですね。だからもう本当に自分の過去どういうのが好きだったかとかを、あの真剣に考えて やらないと続かないと思う、そのモチベーション的に、はいはいはい、そうだからそこの得意な部分と好きなこと、でやっぱりマーケティングをしていって、じゃあこうそこをどういう形にして出していくかっていうのを調整していくっていう、なるほど、感じかな。ちょっとなんか偉そうに、はいはいはい、めちゃめちゃ参考になるし、すべてそうよね。まあそうだよね。自己分析して自分が一番生かされる、自分の強み生かして自分が最も動ける状態作って、それで勝てる市場で戦うと、まあ今は本当に YouTube だけじゃなくてさ、例えばブログとかさ、ノートとかでもさマネタイズできる時代じゃん、だからもう本当にただ自分の好きなこと得意なことをあの整えて出せる場がいっぱいあるから、まあそれが文章なのか動画なのか分かんないけど、その場が今いっぱいあるから、そういうので自由に頑張っていけばいいと思う、そうやね、自由に頑張っていけばいいとほんまに思うな。なんか好きなことをやっぱり仕事にするっていうのは多分そういうことなのじゃないかなとは俺は思うけどね。OK、じゃあ今後のビジョンについて、今後さ、可能性無限だよと思うんだけど、どんなビジョン描いてるの？俺らはね、ちょっと、まあ今、あの悩みがあるとすると、あの、結構攻めた過激系の動画をいつまでやるかっていう、悩みがあるんだよ、はいはいはい。なるほど。例えば、俺が42歳で、ちょっと持ち帰り企画とかやってたら結構やばいじゃん。痛いじゃん。だからその俺らの方向性としては、その時その時でやりたいことを、やって伸びそうなことをやるっていうのを決めてるのね、だからいつまでやるかも別にそこまでカチッと決めてるわけじゃないし、ただその今後のビジョンとしてこうしていきたいなみたいのは一応あって、俺ら今チャンネル3つあるんだよ、そのメインの方とサブチャンネルとあと Vlog があるんだけど、今後はその Vlog の方に力を入れていきたいなっていうふうに思ってて、どちらかというと3人で旅動画とか、その例えばよ、例えば今だったらさ、その俺らに家族がその奥さんとか子供とかいるっていうのは今は全然想像できないけど、もしそういうことになるかもしれないじゃん、そうなった時にそのみんなの家族で一緒に近況して、でまあ遊んでる動画とか、なんだ旅行したりする動画とか、そういうなんか日常を発信していく系、
とりあえず楽しんでる感じの動画発信はしていきたいなっていう。あとはまあこういう感じだよね。こういう、なんだろうな。若者に向けてとか、なんかこういう自分らに共感してくれる人に向けて、やっぱり発信者として常に発信していきたいなっていうのはビジョンとしてはあるね。なるほどね。それ、やっぱ今のでいくと、YouTube がメインって感じ。YouTube のアドセンス収入がメインっていう感じだ。そうだね。あとは自分らでちょっとやりたいことはあるよ。常に、なんか、なんだろうな。やりたいっていう話してるのは、C 社の店を出したくて。一個さ、自分らのホームみたいな場所。で、例えば自分らのその視聴者でもいいし、仲いい人、お世話になった人とかが、集まれる場所がやっぱり欲しいなっていうのは思ってて、飲食店のオーナーって結構そういう感じの人多いと思うんだけど、やっぱ一個ホームが欲しいから、そこで、その、シーシャ屋さんで飲み屋、その、お酒とシーシャを出すところっていうのを、ちょっと近々出そうかなっていうのは結構直近の、あれであったりするね。結構さ、YouTube 伸びてきたら、できることがめちゃくちゃ増えてきて、いろいろこうやりたくなるやんか。でも、その中でも、こう何をやるって決めるときに、なんかどういう、基準に沿って決めてんのかとかって。あー、そうだね。俺らお金じゃないんだよね。結構、例えば、高額の案件とかが、例えば降ってきたとしても、それが、俺らのやりたいことじゃなかったとしたら断るし、だから基準は3人のやりたいことっていうベースであって、だから今後の YouTube 以外の仕事をするにしても、稼げるからやろうっていうふうにはなんないと。もう自分たち基準にはなっちゃうんだけど、モチベーションが向く方に、で、3人の、関係が絶対に壊れないような方向を選ぶ。っていうのは俺が個人的には決めてることで。例えば解散とかもあるかもしれないじゃん。今後、もしかしたら俺が一人で、その仕事が、その結構重めの、例えばレギュラーの仕事が入ってきてとか、で、三人の仕事がおろそかになるようなことは絶対しないし、ベース三人で考えるっていう感じが。なるほどね。三人でやるし、三人のやりたいことだけやると。そうそうそう。まあ一応さ、俺はファミリーだからさ、ファミリーを歌ってるから、最終そこに絶対帰ってくるし、そこ基準に絶対考えるっていう、絶対裏切らないしっていうのをまあ根底に置いてるからその上でやりたいことをまあいろいろ広げていくっていう、ちょっと難しいけどね優先順位付けとか。秋田とかどうしてんの、そういうのは。俺はね、俺もやりたいことだけやるっていうのは決めてて、お金じゃない、なくてやりたいこと、ユーザーにとって価値があるものだけやるっていうのは決めてる。それは俺の個人もそうやし、俺の会社の方もそうで、その理念、ビジョンに沿ったものだけやるっていうのは決めてる。なるほどね。いやー、てか今もういろいろやってんのがね、まずすごいもん。確かに今、いや本当にすごいなって思う。で、普通にできるかい結構忙しい。結構忙しいよな。やばい、結構忙しい。でも今これ踏ん張り時やなと思って。あー、そうだよね。まあ自分のパワーが届く範囲では、やっぱいろんなことやりたいと思ってる。そう。でもやっぱ絞っていかないと結果も出ないなって思ってるから、絞るし、あとやっぱ人と協力するしてやるっていうのをめっちゃ意識してて、やっぱ自分でやるんじゃなくて、もう外注したりとか、一緒に巻き込んで一緒にやったらとか、っていうのはめっちゃ意識してやってる。なるほどね。あのさ、さっきの話ちょっと戻っちゃうんだけどさ、俺はそもそも、YouTube 始めるとかも、割と親友の好きなことに付き合ってる感はあるんで、まあ、富士がやりたいってなって、お前らと一緒にやったら絶対楽しいからやろうって言って、俺は分かったって言って始めてるんで、だから結構その、まあ言ったらそんなに会社員あと3年ぐらいやってもよかったし、始めるタイミングとか、その決断っていう感じではなかったんだよ。で、秋はさ、その自分で始めてるじゃん。結構いろいろし、会社もそうだし、YouTube もそうだし。っていうのはさ、何のモチベーションで始めるの？何のモチベーション？モチベーションっていうか、なんで踏み切れたかっていう感じ。ああ、もうね、それはもう何も考えてない、俺は。あ、そうなの？思考停止。面白そう、できそうなことを、とりあえずやりまくると。で、結果がちょっと出たら、やり続けるし、なんかもうそんな感じ。そっか。いや、もう本当に投資だね、じゃあ。その行動量の投資って感じだよね。そうな、そうな、そうな、そうな。一旦やってみて、ちょっと無理そうだったらもうやめるか、みたいな。そう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 。結構そういう生き方をしてきた。
や、結構多いと思うんだよ。その、なんだろうね。その、例えば、今 YouTube 始めた人ってめっちゃいっぱいいるじゃん。うんうん、いる中で、準備してからじゃないと動けない。うんうんうん、っていうのはめっちゃ多いと思うのね。例えば、カメラいいのを買わなきゃとか、うんうん、編集をしっかり覚えてからやんなきゃとか、すごい多いと思うんだけど、多分俺的な正解悪行みたいな感じなんだよ。うんうんうん、そのやってみて、で、そっからどうするか考える、うんうんうん。覚えるのか、外注するのもいいし、編集とかも。うん、外注するのもいいし、カメラも携帯でいいし、うんうん、とか、テロップなしで、うん、もう、ただなんか、喋ってるだけの動画もバーンって上げてみて、どうなのかみたいな。うんうん、まずやってみるっていうのは、そういえば俺はリクルートですごい、うん、勉強になったことだし、今挑戦した人ってそうするべきだと思う、うん、確かになんか時代の流れにも合ってるような気もするしね、うん、で俺はどうやってるかって言ったら、俺は迷ったらやるっていうマイルールを自分の中に置いてて素晴らしいね。やるかやらんか迷ったら絶対やるっていうのを決めてて、うん、それによって行動の量をどんどん増やしている、うんうん、いやもうすげえわ。いやもうマジで尊敬するだからもう俺バカやからあんま考えへんねんけど、とりあえずやる。うん、とりあえず、もうそれだけ。うわぁ、それがやっぱ、できない人が多いから、やっぱ、伝え続けてほしいな。うん、俺は、秋夫の動画では。そうそうそう。迷ったらやるって迷ったらやるっていう、うん、自分との約束、うんうん。この動画をここまで見てくれた、うん、見ていただいた、うん、あなたに、ちょっと森光のメッセージ。メッセージか。うん、まあ、俺は、正直なところ、まあ、強い人間じゃないから、あんまり。だから自分でそんなにスパッと決断もできないし、結構周りの要因があって、今までなんか結構運よくいい道を進めたなっていう感はあるんだけど、常にやってきたのはやっぱり自分と向き合うってことだけはずっとしてきたのね。だから本当に今例えば挑戦をしたいで会社辞めたいって思ってる人もいるかもしれないし、学生で起業したいって思ってる人もいるかもしれないけど、常にその自分と向き合って、自分が今どうしたいのか、これもう人のバイアスとか関係なしに、自分がどうしたいのかっていうのだけをしっかり考えてほしいかなっていうふうに思います。もう俺が多分言えるのはそれぐらい。ありがとうございます。本当僕そうだなと思ってて、自分を知って自分の好きなことは何なのか、自分の強みは何なのか、どうすれば自分ハッピーになるのかっていう、その自分自身に沿った決断行動っていうのをすると、まあ、自分の幸せにつながるし、やっぱ結果も出やすいと思うよね、うんうん、ナルシストになりましょう。俺ももう肩書きナルシストだからいいね。はい、僕もメッセージ送っときます。なんか僕そうリクルートの同期で今いろいろ話聞いて、本当モリヒは自分の軸に沿って自分のやりたいことやる、しかも自分の好きな仲間とやる、うんうん、なんかそこすごい強く持ってるんやなと思って、そこは素晴らしいなって思いました。やっぱで人それぞれやっぱり大切にしてる価値観って僕もあるし、うん、みんなもあると思うんで、そこをさっき森言ってくれたような行動を実践して見つけて、あとは迷ったらやる、迷ったらやる、迷ったらやる、これ超大事。それに従ってぜひガンガン行動していってほしいなと思いました。参考になります。じゃあ、うん、この動画見終わった後に次のファーストステップとして、うんうんうん、どんなアクションがあれば。あー、そうだね。これ、俺ら今後、もしかしたら動画で出すかもしれないんだけど、うん、自分と向き合うって難しいから、うん、めっちゃ大事な人、例えば親友だったりとか、家族でも恋人でも何でもいいんだけど、うん、それと真剣に自分ってどういう人間なのかっていうのを話し合ってみる。どう見えてるのか、うん、一番近い人から、うん、っていうのを、客観的に知ると、これジョハリの窓じゃないけど、うん、自分の知ってる自分と、うん、相手が知ってる自分全然違うから、うん、それを知った上で自分と向き合うと結構世界広がると思うから、それちょっとやってみたらいいかな。なるほど。自分と自分で向き合うのと、身近な人から見えてる自分を教えてもらうと。そう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 、そうするとね、自己分析がめちゃくちゃはかどるから試してみてください。ぜひ試してみてください。エビスジャップのあれ概要欄に貼っときます。男性の方はねめちゃくちゃ参考になるんで、ぜひ見てください。下水系です。ありがとうございます。じゃあまた筋トレコンテンツお願いします。やりましょう。本当に教えてほしいから。ちょ呼びますね。家に来てください。僕らの行くわ。ほなじゃあ今日は森ありがとうございました。ありがとう。